入るわ。业务呢？6日まで来たかった。出ない。ねえ、もう勝てないわ。もうマジで勝てないわ。もうまあダメだ、やめよう。もうすべて詰まる。
回やり直し効かない。頭の中に背景君に流れてる。マジのこのガチのリスナーさんどうしたらいいと思う？なんか多分100発積むと思う。
直せないわ。どうしたらいいですか。ちょっと分かんなくなってる。
ビザって何？ありがとう。プレートおいしょう。プロさんありがとう。じゃあありがとう。見たかった。ありがとう。ひげ剃り行こっかな。これゴミみたいな。やべ、もうお金もないし、もうあともう全あとこれしかないんだけど、これ300円ぐらい。13号さんは何？何を言ってんの？一人でこれで暴走してるんだけど。
ばい、本当にどうしよう、本当にどうしよう、本当にどうしよう。ベトナムのカジノはそこまでかけれないんだよ。機嫌とかじゃない、助けに来たよ。あ、マジ機嫌悪い今。あのな、負けても気にすんなよ。今日から4月なんだから負けていいんだよ。今からまた頑張って負けた分稼げばいいんだから、ベトナムいる間本気で全力で楽しんで帰ってこい。負けていいんだから。今までも何回も0円になったことあるだろ。俺もそうだ。もうやばい。やばくない、大丈夫だ。俺を信じろ。お前はベトナムいる間真剣にギャンブルしてな、日本に帰ってきたらまた一から頑張ればいいから。リスナーが消えた。大丈夫、俺も何回もギャンブルでリスナーいなくなってるけど、1週間経てば帰ってくるから。駒井、今日の色は、いや違う、もう現金がないんです。え、現金がないの。じゃあもう一回明日カードで下ろせよ。今日は今日の勝負だ。日付変わったら明日の勝負ができるんだから。明日お前がもし打たなかったら、本来だったら明日100万出るかもしんない。明日には明日の風が吹く、俺言ったぞ。でもう一つ、ビンゴは触るな。打つなら天性ゴッドだ。ビンゴは事故りにくい。であれは、あそこにあるのはプレミアムビンゴだ。非常に重たい。だったら転生ゴッド、この2択だ。お前ならやれる。日本で笑ったお前に会えるの楽しみに待って。